岡井千里。若い頃、昔の伝説エピソードがすごすぎる。岡井千里さんのファンは突然引退したことで驚かれた方も多いでしょう。一部では競艇選手との不倫が原因とも言われています。岡井千里さんについてもっと情報を知りたくないですか？本記事では岡井千里さんの若い頃の伝説エピソードをお伝えします。さらには若い頃の可愛い画像集も集めてみました。ぜひ最後までご覧ください。経歴。岡井千里さんは1994年生まれの埼玉県出身です。長女として生まれ、4人の弟、妹がいます。そして次女のアスナさんはハロプロエッグオーディション2004に合格し、メンバーとして活躍していました。父親についてですが、なんと10人以上も不倫をしていたと岡井千里さんがテレビで語っています。家もかなり貧乏だったようで、電気ガスが止められたりしていました。子供を5人も授かりながら不倫はするわ、お金は稼がないわ、破天荒な父親ですね。そして岡井千里さんは2002年にわずか8歳でハロープロジェクトのオーディションに合格しています。幼少期から芸能界で活躍することになる岡井千里さんですが、事実上一家の大黒柱になったのです。支払われたギャラは全て家族の生活費に充てられたのです。その後女優としても活躍していましたが、2005年にアイドルグループキュートのメンバーに抜擢されてアイドルとして活躍することになるのです。2007年には日本レコード大賞新人賞を獲得し、 NHK 紅白歌合戦にも初出場します。それからはアイドル活動だけではなく、女優、バラエティタレントとして幅広く活躍します。しかしキュートはヒット作に恵まれず、2017年に解散します。2019年に週刊文春に競艇選手との不倫を報じられます。不倫相手は既婚者だったので相当のバッシングを受けました。それにもかかわらず2人の交際は続き、競艇選手は数千万円の慰謝料を払って離婚することになるのです。アイドル時代の伝説エピソード。アイドルに恋愛はご法度です。しかし岡井千里さんはアイドル時代から恋愛の噂が上がっています。恋愛に自由奔放なところは父親譲りなのかもしれません。過去に噂が上がった人を調べてみました。まずはお化けキャラで人気だった山田慎太郎さんです。交際を匂わせる疑惑が SNS 上で見られます。二人は同時期にポケモンにハマっているのです。岡井千里さんのブログで仲良しの親友と遊んでいました、最近はかなり一緒にいる確率が高いと書いています。その他同じランチョンマットを使用していたり、キッチンの柄も同じでした。さらには岡井千里さんが歯医者に行ってきたと報告すると、山田慎太郎さんが次の日に歯が痛いとツイートしています。次にフライデーで塚田僚一さんらとの合コンお泊まりをスクープされています。合コンのメンバーは岡井千里さん、ベリーズ工房の須藤さん、一般女性、塚田僚一さん、松岡拓也さん、坂本真一さんです。合コン後、塚田僚一さんと一般女性は帰宅したそうですが、残りの4人は岡井千里さん宅でお泊まりしたとのことです。その後、岡井千里さんはブログで釈明します。仲のいい友達と食事をしていましたと書いています。今回名前の挙がった塚田僚一さんはキュートのファンだと公言していました。塚田さんはアイドル好きで下心はなく純粋なファンと話しており、 CD を買ったりライブに行ったりする普通のファンだと公言していたのです。しかし今回の報道で単なるファンではなく実際に交際していた事実が発覚し、失望してしまったキュートのファンも多かったのではないでしょうか。若い頃、昔の可愛い画像集。お父さんがかなりのイケメンですね。モテることがよくわかります。それにしても子供を5人も産んで自分はほとんど働かず、不倫は10人以上するとは何とも言いようがないですね。
幼少期の画像です。この頃から顔立ちも整っていますね。ご両親が相当な美形なのでしょう。岡井千里さんの兄弟姉妹も美形だろうと想像できます。幼い頃から芸能界を目指すのも納得できますね。周りの方からも芸能界に入るように言われていたのではないでしょうか。学生時代の画像です。これだけの美人なのでモテたでしょうね。すでに芸能界に入っているので一目置かれていたでしょう。しかしこの頃はもうすでにアイドルなわけですから、恋愛は原則禁止なんですね。普通の学生さんなら恋愛して楽しい学生生活を送れたでしょうね。アイドル全盛期の時の画像です。やはり可愛いですね。アイドルは綺麗というよりは可愛いことが大事なんですね。着ている衣装も可愛い衣装です。プライベートも制限が多いのでストレスのたまる仕事ですが、ファンがいるからこそやりがいを感じるのでしょう。芸能界引退後に YouTube に妹と出演している画像です。引退理由が競艇選手との不倫だったことから、すぐに YouTube に出ることはかなりのバッシングがありました。しかし周りの意見はあまり気にせずに、自分のやりたいことをやっていけばいいのではないでしょうか。まとめ。岡井千里さんは大家族に生まれ、実家はかなり貧乏でしたが、幼少期から芸能界に入り、一家の大黒柱として家計を支えてきました。まともに働かず何人もの女性と不倫をするという父親の下で育ったのが原因か、岡井千里さんは真の強い女性として育ちました。芸能界でも幅広く活躍し、今は引退してしまいましたが、ご自身の幸せな人生を切り開いてもらいたいですね。